平成3年台風第18号は、1991年9月に日本列島に接近し、被害をもたらした台風である。進路図1991年9月15日、沖ノ鳥島の南海上で台風18号が発生。台風は沖縄地方の南海上を経て北東に進み、19日夜には房総半島の沿岸に接近した。その後は、 本州の東海上は北東に進み、二0日に三陸沖で温帯低気圧に変わった。この期間、本州の南岸には前線が停滞しており、活動が活発化しため、紀伊半島から東海、関東、東北の太平洋側で大雨となった。期間降水量は三重県大和市大瀬で五百四十五点五ミリメートルとなったほか、紀伊半島、東海地方、 関東地方の山沿いの一部では400から500ミリメートルに達した。また、紀伊半島から東北地方の太平洋側の一部では平野部でも200ミリメートル以上の雨となった。これらの地域で浸水、土砂崩れなどの被害があった。この台風により、死者12人、負傷者23人の人的被害が確認されたほか、重火損壊225棟。 浸水52,662棟、被害総額242億円などとなっている。なお、日本列島はこの台風の接近前にも、台風17号に、この台風接近後にも、台風19号に、それぞれ襲われて、被害を受けており、特に19号は、全国各地に大きな爪痕を残した。ありがとうございます。